んじゃないです。今回ですけども、こちらポケカガチャ1回2000円のバカでかいやつ、これを売り切れになるまでか大当たりが出るまで引き続けていこうかなと思います、はい、100万円用意しました。当たり景品がめっちゃあるんです。例えばですね、まあ、こう一般的な観光客ね、これダイヤモンドです。で次プラチナがキハダいるんですよ。お、最新の最新のトリプレットビートの当たりの SR キハダがいたりとか、カミズレのキャンプとか結構当たり多いんですよ。でシルバーがこんな感じで、次プチラッキー賞としてワンパックもらえたりするトリプレットビート。なるほど。でブロンズ、こうで一番下がパック賞という感じで、一発目いきます。よいしょ。はい、残念パック賞。これが基本と。あ、でもこれトリプレットビートのパック賞やめっちゃ熱いやん。診断のパックやん。おお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 おせーの、ゴールド、ゴールド、マジで。おお、来た。え、おお、プラチナグッシャル。なにこれ。おお、消えた。できた。おおおお、せーの。あ、え、ダイヤモンド、ダイヤモンド、ダイヤモンド、え、ダイヤモンド、え、終わり、終わり、終わった、おっとす、28でダイヤモンド出た、すごはい、お家帰ってきました、はい、じゃあ今回28万円でゲットしたものを見ていきましょうか。こちらですよ。うわ、でかさ、木肌さん、木肌博士の研究、メロン、オリジンデュアルガ、オリジンパルキア、カミツレのきらめき、そして観光客と。結構すごいぞ。でここにプラスアルファでミューのフュージョンアーツのパック、そしてさらにトリプレットビートの27パックと、さらにワンボックス、そして2ボックスゲットします。これ全部開封しちゃいます。すごい。はい、いっちゃいましょうか。じゃあ最後フュージョンアーツからいきます。最後やっぱ木肌はね、最後残しておきましょう。これ開けといていいですか、横で。はい、全然大丈夫です。観光客までゲットしてるのすごいぞ。これ観光客はやばい。さ、このパックがいいよな。ちゃんとゲットできるのでかいよな。パック出てくるからな、これ、うん、ありますからね、これガチンコで。ここでミュー引いたろかな、一発バチコンと。いけ、よきしず、引くで。武田さん、キャラ変わりましたね。うん、なんか関西弁とか混じってます、最近も。全然引くで、今日は素敵な日になるやろな。行こうか、見ようか。はい、タッチしてあげま。あー、マージョ。ミュー結構高いんですよ、これ出てきたら。あ、高いの？ 5 万ぐらい。5万以上。結構やばいの。結構やばいミューなんですよ。なんか動画見て、こう、ポケモンカード買いに来ましたって言ってる人いるじゃないですか。はい。すごいっすよね。めっちゃ多いらしいっすね。ね、増えてそうっすよね。俺、あの、いっぱい来ますよ。え、嘘です。うわー。おっ、深い。ネオラント V。急いだ。おお、ちゃうか、ユノワール。びっくりした。あ、トリプルでやってくれ。ライチ、かっこいいライチ。まあ、SR じゃないと。はい、では行きましょうか。私も、はい、トゲデマルからの、うわ、当たりや。え、うわ、来た、当たり来たっすよ、カミツレ。違うバージョンですけど当たりっす、これ。当たりっす、これ。え、やばしゃー。これ結構少ない方のパックじゃないですか。そうっすよ、それで SR 出ましたからね。うわ、強やば、引き強やな。しゃあ、嬉しい。最初的に言うぞ、これ来た。多分高い方の紙ずれじゃないですけど、多分1万ぐらいするんじゃない、これ。すごい、ワンチャンすると思うで、多分ですよね。いきまーす、はい、よいしゃー。パルキアさん、はい、パルキアさん。 SR じゃないといけないんじゃない、基本 SR か、ハイパーアレアとか、はい、基本そっちですね。ほい、キーガン、あれ、カメラ出てます。え顔映ってるんです。いいっすよ、そんなの。あ、貝出てくるパッキア、これ。はいはいはい。お、え、光っと、え、な、光っと、貝出てくる、入れる。え、あ、それ違うな。貝出てきて、やばいけどな。あ、やばい。紙つれ一発ながら来るか。いやーのやトレーナー見えちゃった、これ。トレーナーじゃない、 SR 白銀のランスも2パック取ったもん。どうせ当たらへん。これラストです。はい、サーナイト、はい、終わり。出たもんね、SR 出ちゃってるんで、2枚箱っていう確率は低いんで。はい、終わりです。まあでも今回紙ズレが SR 出たんで OK と。次ですね、トリプレットビート最新弾いっちゃいましょう。気になる。これでかいっすよ、一発、ね、一発けどコンボイワ。うわ、え、うわ、すごい。名人2枚箱、これ。キャンパイやないしかも。きつっ、使えへんもん。名人2枚箱めっちゃいくな。おい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 、いくか。あ、はい、欲しいな、トレーナー。え、はい、ピアピア、なんか欲しいな。うわー、キャキャキャ、やばそう。え、ドン、
え、ハイボールですよ。そこでも高いんじゃない、これ。これワンチャンあるっすよ、多分。UT 高かった気せん。どうなんや。5、6000円するんちゃう。うん、いや、分からんけど。1000かな。終わりです。これ違うかった。なし、メジ。いや、まあ、2枚箱であったんですけど。投げたメジ、あと1枚。ウルトラ、ウルトラじゃん。マグマの滝壺。ウルトラレアかっこいいな。ハザルの2枚やった。終わり。スマートじゃこれ。木肌狙いよ、木肌狙い。それがメインみたいなとこあるけどな。うん、実際な。このためにあったみたいなもんやろ、これ。ないらしい。うん。はい、CR。ほぼワンボックスですもんね、これ。そうです、ほぼワンボックス。まあ、多分だいぶ当たり入ってるはずです。うん、出るんか。あー、これ。ここで引きたい。マジで、キハダマグロ出てほしい。ワンチャンあるから、ね、2枚箱とかも。え、お、うわー。ダブルや。違うのか。違うか。うん、違う。よし。パリティアムじゃん、名人。はい。お、え、これは、これは、あ、あ、ポケモン、ダブルだ、ダブルだ、それな、これマスカーニャ、うわ、あー、SR マスカーニャ、SR 出ちゃった、そんな甘くないと、2枚箱、うん、これ残りっす、可能性ありますよ、2枚箱の可能性はね、かけていこうや、上にバリア、ほいや、あー、ないか、なし、なし、はい。ラスト残ってるんですね、ワンボックス行きましょう、若手にキャラを、こいや、では行きましょう、ね、うわぁ、早く戻って、SR よかった、SR で終わった、早くはダメ、ダメとかもう終わりっす、これで SR1 枚、キャラは出ない出ないっす、もう終わりっす、まあ、2枚箱あったらあれですけど、多分2枚箱とかないでしょ、絶対普通に、ありえないでしょ、こんな2枚箱とか、早い早い早い、だらすぎるやろこれ、ありがとう、最悪や最悪や、マジでもう終わったほら、うおー、え、キハダ、キハダ、え、やば、これめっちゃかっこいいよ、2枚箱、え、やば、え、2枚箱、え、小池キングの技だと思う、え、この小池キングすごいな、え、どっちでもいいかもこれもうあとどっちでもいいか、いった、キハダ、ちょっと見て、ちょっと見てからね、3枚箱、3枚箱、3枚箱とかあるんこれ、ないやん、え、こんな偉大賞でキハダ見ることあると思ってなかったぞ、タイトに出したけど、もっと慎重に行くべきやった、確かに確かに確かに、なんかあっさり出てきてちょっとビビった、普通に諦めの、うん、終わった感じじゃん、まさか、え、すごい、やばこれ、タイトとキハダ出ました、やば、てかキハダのデザインやばすぎでしょこれ、かわいい、これちょっとワンピースみたいな、ちょっとこれソードアートオンライン感ない、あ、これすごいな、やば、これは高いわ、これめっちゃ可愛いやん、てかキハダダブルゲットっすよ今回、いやすごい、私はそうだってキハダこれもあるからな、全然違うもんな、だってこれも、うん、正直別人、うん、別人やん、これこの SR の方は確か3万ちょっとなんですけど、スペシャルアートの方はもう10万超えてんすよね、これこれダントツ高いっす、これデザインが良すぎるんですよ、これ確かに、これめっちゃ可愛いわ、え、これめっちゃ可愛いじゃん、めちゃくちゃいいデザインやな、これどういう状況これ、うん、だってすごっ、出たぞ、もう出えへんと思ってさやったから、なんかあっさり出すぎてちょっとなんかビビっとるもんな、じらさなかったもんな、はい、だってまあ隼人がこんな次出たからさ、もう絶望の中に、いいね、やっぱ2枚箱、2枚箱あるな、あ、やば、しかも当たりの2枚箱、いやそうやね、明治も2枚箱ひどいからなって、まあ外れの2枚箱、うん、キャンプファイヤーとかレベル差がちょっとあれ、でもなんだかんだこれオリジンパルキアも調べてみる、これ過密でとオリジン調べましょう、オリジンパルキアちょっと行ってほしいな、これ、うん、これワンチャンあった気すんねんけどな、なかったんかな、でもさ数千円はするはず、3000円ぐらいするんちゃうかな、あとこの SR マスカーニャも一発あるんちゃう、まあ、でもスペシャルアートじゃないからな、これでもすごいな、過密でと過密でがこう並んで、こうキハダとキハダ並んでさ、たまたま、そうで観光客もこう来てくるわけやん、で今回28万でこれゲットしたわけですよ、全部、確かに、あ、そうかって考えて、もう完全だ、こことここだけでだってもうほぼほぼ20多分何万するんちゃう、まさかの勝ち多分これギリ勝ってるんやろ、ギリ勝ってるぐらいのレベル来てます、あのガチャで、あのガチャでワンチャン、え、グラデじゃない、ワンチャンあるっすよ、ワンチャンあると思う、これだって多分13から多分20、高かった20ぐらいいくんちゃう、状態によるっすよ、状態によるけど多分20ぐらいワンチャンあったと思うんですよ、観光客、やばっ、あーなんて素敵な日だ、テレテレテレテ今日も、やばいやばい、え、8000円っすよ、うわ8000円、こいつ1000円ちょっと、あ、まあまあまあ言ってもね、まあまあね、マスカーニャはマスカーニャさ全然あるぞ、これやば、今回まさかの、いやまさかでしょ、
あの2000円ガチャでさアドバンテージ出ることあるんやなって。確かに。いやもう奇跡ですけどね。ちょっと今奇跡がいけんってこれマジで。1700。1700。それぐらいか。はい。早く出たっすもんね。うん、まず。確かに。ダイヤモンドがめっちゃ早かった、ね。早かった。これ相当でかい。やば。で正直覚悟としてはもう全然もっとやる覚悟でしたもんね。まあ、全然いきますよ。30万覚悟したよ。うん。状態も綺麗そうですけどねやっぱさすがにね。そんな悪いも入れてないでしょ多分。やばないこれ。いいわ。プラスだよ。なんぼこれ。20。買い取り17万。やっぱ、ちょっと綺麗なの。じゃあこれだけで28やわ。あ、あとは全部上がりやん。あと全部上がり。上がり。やば。でしかも今回すごいのが、なんとですね、僕が集めてる美少女デッキ一気にパンパン増えます。ちょっと待って、一回見ていい？紙強くてキスねんな。まあ、キハダはいるんですよ。僕も当ててるんでキハダはね、いるんですけど、キハダのここの枠にこう入りますわね。木原さんがすごいなこのデッキ。紙つれ紙つれ紙つれもこれ1万超えてへんねんな。一応万超えからの地引きなんですよ。ギリ超えてないんですよねまだ。でさらに観光客はもちろんいないと。ああ、なるほど。ここに入ります。やばないこれ。観光客だいぶ揃ってたね。これいつかこれリーリーとかクルティ来るんかな。頑張りリーリーとか頑張りリーリーが当たるパックってどんなパックなんて思われる。自分で引かないと入れないですもんね。そうそう、自分でオリパとかガチャとか福袋はダメなんです。福袋とシングルで買うのはダメで、ガチャ、オリパ、地引きのボックス、未開ボックスでのみデッキ入るんですよ。なるほど。でもだいぶ集まってきましたよ。確かに。1,2,3,4,5 すごくないこれ。ガチャ9,10女の子しかいないデッキ。13,14,15,16,17,18,19,20,22枚。おお。これ60枚でワンデッキなんですよポケモンカードって。だから60枚集まったらゴールという、そこまで集め続けるっていう。結構いってますね。そうです、22枚。3分の1。はい。でもどんどん難しくなっていくんですよこれ集めるのは。あ、ダブリはなし。ダブリなしです。うわ、はい。ダブリだったらもうだいぶ多分いってるんですけど、ダブリなしなんで、まあ、こういうところはもう全部コレクションとして、これはもうこっち側に行きますね。こっちもめっちゃあるんですよ実は大量に。すごいですよここ。だってここブラッキーとかいますからね普通。うわ、ここ普通にいるんですよこの辺が、まあ、これ全部こうちょっと大きいなこれ。いやーすごい嬉しい。で今後ちょっと貯めていってカードをこうバーって、でこれ全部 PSA 鑑定出してみようかなって思ってて。ああ、なるほど。見たよね一回。なんかちょっとお金かけたら1ヶ月で返ってくるらしいんですよ PSA 鑑定っていう。なんかコメントもあったりとかしたん でワンチャンだからなんかそういうのもありかなっていうのも。お急ぎ PSA できるんですか。ぽいっすよ。なんかいけるっぽいです、はい、すごいな。そういうのもありかなって考えてます。はい、そんな感じで今回は2000円の闇ガチャ挑戦したんですけど、正直これ運良すぎた。あとあのガチャ結構まともなんですよ。パックくるっていうのが結構良くて、外れがよく分かんないゴミみたいなカードよりもパックっていうのがいいんですよね、あれマジで。それによって一発の期待がまたくじ引きの後にもう一回くじ引き引けるみたいなのがめっちゃ良くて、それだけ今回気合が出てますからね。このコイキングとかも多分数千しますよ確か。これかっこいいもんそれ。今そういうのがワンチャン当たるんで。だって前回も俺はルギアブー引いてますからね。うん、確かに。そう、あとスズナ SR 引いたりとか結構すごいんですよマジで。マジでパックショーで出るやつの引きが今のところエグいんで、もしかしたらまた見かけて面白い観光客レベルのやつがいたらあのガチャ挑戦してみたいなと思います。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。すごい。これは大勝利。これはマジですごい。まさかのこんなことまあないで。普通に無理やと思うマジで。絶対ありえへんもんな。闇じゃなかったってことですよね。そうです、闇じゃなくあの光でした、うん、あそこにあったのは。すごい、ほんまに結構ちょっとビビっとるもんな、あの木肌の来る感じを。なんかいやー、そう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 、もっともったいぶりたかったなっていう。もう一回撮り直したいもんね。もう一回撮り直す。じゃあ撮り直す、一回撮り直そう。じゃあ撮り直します。木肌出るシーンだけリアルなやつ撮っていい。リアルなやつ。じゃあ撮ります。とりあえずあれちょっともったいないもん。ちょっともったいない。もったいない。もう一回行こう。もう一回行こう。もう一回行こう。よし、そこの中入れとこ。本来でキャンプ屋でも入れる。キャンプ屋で入れとく。キャンプ屋も入れとく。キャンプ屋で入れてコーティングも入れとこう。この辺よし、いきます。いやー、もうハヤト出ちゃったんで、さすがにね、もうないでしょさすがに。おー、コイキング。あー、かわいい。これも当たりですけどね。あー、これかっこいいわ。なんかあればいいんですけどね。お、え、え、お、え、トレナ、トレナ2枚箱。いきます、せーの。おーい、なんでキャンプ入らへんね。おい、なんでやねん。まあ、お前なんでこの谷おるねん。お前別のとこやろ。お前なんでもおるねん。あー、もう名人や、名人、名人の女パンや。だからじゃん。さすがにも3枚箱ないか。もうないか、さすがに。ないやろ3枚は。あれ普通。ええ、トレシカと、え、待って、これだってトレナーでしかも後ろ見て、これスペシャルだったの光。あ、ほんまこれやばい。えマジで、さ
さすがないやろ。え、いきます。さすがないわな、これないと思います。います。うわー、ええキハダキハダ、なんですかそれ。なんすか、よう出てますね。出てるんですか。出てるんですか。無理だわ。出てるんですか。すごい。え、キハダ。はい、そんな感じで、まあ、キハダのリアクションね、まあ、物足りなかった人のためにやりました。すごいっすね。はい、ありがとうございました。